こんにちは、オレナです。今日も配信していきます。はい、今日の話題はですね、女性性とはということをちょっと今日は語ってみようかなというふうに思っています。女性性を開花させるっていうことを私もすごくやっているんですけれども、皆さんどういうことだと思いますか？私にとっては女性性っていうのは割と自然なことなんですけれども、女性ならではっていうのを一番大事に思っているのは、こう心地いいこと、一緒にいて心地いいことだと思うんです。そしてじゃあどうして心地いいのかって言ったら、その人と一緒にいるとなんかこう豊かな気持ちになれて、ゆったりとくつろげて、うっとりとできるような感じ、それを女性性っていうんじゃないかなっていうふうに感じています。私もこうやって動画を配信するようになって、自分でね、自分の姿を見ること多くなるじゃないですか。そうすると何かを教えようと思ったり語ろうって思ってる時の自分の姿って、なんかね、やっぱあんまりこう女性っぽくないなっていう風に感じるんですよ。なんでかなって思ったんですよね。やっぱりね、何かをしなきゃとか、こうでなきゃとか、こうしようとかって思ってる時って、なんか違うところに意識がいってるんですよね。やっぱり女性ならではっていうこの豊かな気持ち、ゆったりとしてる気持ち、安心してる気持ちっていうのって、なんかね、何も考えてない時が一番女性らしいんだなっていうふうに思いました。で、今日はその中でも、じゃあ私がよく言っているうっとりとするっていう感覚、どんな時にうっとりできるんだろうって皆さん思うと思うんですよね。私が心がけていることは、一人で歩いていたり、一人で何かしている時にも、なるべくうっとりする時間を取ろうと思っているんですよ。いろんなことをね、ちょっとゆっくりやってみるといいですよ。なんかこうせか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 するんではなくって、ゆっとりを持ってゆったりとリラックスしているっていうのがすごく大事なんだなっていうふうに思います。よくね、そういうふうに心がけてやると何が変わるかですよね。こういうところにね、例えばフラもそうなんですけど、ただこう手をね動かすとかじゃなくて、ここの辺にこうなんか豊かな空気を感じながら、手をねこうやって持ってきてねとか、広げてみてね、ここに豊かな空気をねってやるだけで、みんながね変わるんですよ。すごい大事ですよね。だからこうまとっているものがお洋服じゃないですよ、空気なんですけども、この自分のある周りの空気を豊かにこうね感じるだけで、その場が豊かになっていく。そうするとどういうことが起こるかっていうとですね、例えばホテルに行ったりね、まあ、レストランでもいいですし、カフェでもいいんですよ。そういうところに行った時に、割といいお席に通していただいたりとか、店員さんがとっても優しかったりとかっていうことをよく体験します。だからこうやってここにね、豊かさ、こうやって空気をまとうってことをすると、女性らしく女性性がさらに開花していくんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひやってみてくださいね。今日もありがとうございます。